今回はスイカヤックガイドのアチンドが、瀬戸内国際芸術祭でも最も注目されづらい、岡山県岡山市にある、犬島を海から回ってみたいと思います。大好きな島の一つですが、なぜか扱いが軽いので、少しでも魅力が伝わればなと思います。カヤックで漕ぐ場合は海の状況をよく知る、モンベル岡山店さんなどのショップに相談して、安全対策をしてから出廷してくださいね。安全第一ですから。到着しました。正面に見えている黒い建物。これが犬島精錬所美術館の、受付のあるチケットセンターです。もともと旅館として使われていた建物を、リノベーションして使っているそうです。受付やミュージアムショップだけでなく、カフェなどもあるので、困ったら訪ねてみると助けてくれます。アキンドはここで虫除けを買ったことがあります。アロマ系のもので値段は高かったのですが、よく聞いたので今も愛用しています。しかしなかなか近づかないでしょ？見えているのに遠い。それもカヤックの旅なんです。近づいてきましたが、朝霧が濃く景色が見えないので、反対側から回ってみたいと思います。チケットセンターは犬島の東側に位置するので、西側に向かって漕いでいきます。西側に移動する頃には霧も晴れてきました。犬島は犬島諸島と言われ、いくつかの島が集まっています。右側に見えるのは犬の島と呼ばれる別の島です。現在工場があり上陸することができません。しかしこの島には犬島の名前の由来となる、犬石様が祀られています。別角度になりますが、この石です。菅原の道真が太宰府に流される途中、嵐に遭い、避難する場所を探していた時、遠くから愛犬の声が聞こえてその方向に向かうと、島とこの石があり犬島と名前がついたそうです。真偽のほどはわかりませんけどね。犬島は美術館の他にもアート作品があります。水道の奥に進むと砂浜があります。そこを見渡すように、犬が展示されています。設置された時は中に入ることもできたそうですが、今は外から見るだけです。興味のある方は、犬島ハウスプロジェクトで検索してみてください。海からでも見応えはありますが、丘からの方が近づけて良いかなと思いました。この近くには犬島自然の家もあり、宿泊もできるようになっています。この西側の沖には、タケノコ島や沖タケノコ島があります。タケノコ島には貝塚があり、海からも見ることができます。古墳もあったとか、犬島の長い歴史を感じることができます。南側を通って東側に、徐々に進んでいきたいと思います。こちら側には、犬島海水浴場や犬島キャンプ場があります。この途中にも、昔犬島に石の職人さんがたくさんいた時に、美術大学の学生たちと一緒に作った、石のオブジェを見ることができます。犬島は美術館ができる前から、作品が展示してある島だったんですね。一緒に作った時の思い出を、いつも楽しそうにその話をしてくれました。島の方と一緒に作った作品、それがずっと前から展示されている、そんな素敵な島なんです。キャンプ場の南側には、海水浴場があるので海を楽しむこともできます。お手洗いやシャワーもあるので、日帰りでも楽しめますよ。いよいよ犬島美術館のある、東側に回っていきます。犬島本島は周囲が4キロほどなので、島内を歩いても、カヤックで海を漕いでも、1時間ほどで回れるコンパクトな島です。島内にはコンビニや商店など、物を買う施設がないので、準備はしっかりしてきてください。カフェなどの軽食店はいくつかありますが、空いてない場合もあるので、行動食は持っていくことをお勧めします。気になる建物が見えてきました。これは昔焼肉店として営業していたらしいです。どんなお店だったのか気になりますが、厳重に監視されているようなので、近づかないことにしています。この建物があるのは奥津住島で、その対岸にあるのが、犬島美術館になります。かつて島の精錬を行っていた近代化産業遺産と、その遺構を利用しながら景観を崩さない、建築家の三部一博氏の設計による美術館です。最初に精錬所美術館の方から、見ていきたいと思います。少し北に上がりました。まずはこちらが精錬所美術館です。煙突は創業当時のものを使用し、その下に展示スペースを作っています。電気の空調を一切使わない、
自然空調を行える建物です。奥にある壊れた煙突の周りが、ほぼ手つかずの道の精錬所の遺構です。岡山県倉敷市尾江にあった銅山から、銅鉱石を船で運び精錬をしていたそうです。当時最新鋭の機器も、今は遺構となっています。こちらは発電所の跡地です。創業していたのは1909年から1919年まで、大正時代に電気が通って犬島は赤々と見えたと、伝えられています。海にある町、そんな島だったのだろうかなと思っています。それから100年自然に帰っていっているので、自然の力はすごいなと思います。またこの積まれている黒いレンガは、銅鉱石を溶かして銅を採取した後の、溶岩状のものを型に入れて作った、辛味レンガと呼ばれる非常に重いレンガです。その他銅の精錬所の跡地を見ることができます。また昔の西部警察という刑事ドラマの最終回のロケ地でもあり、島の方からは今でも、その時の話を聞くことがあります。さて、犬島本島をぐるりと海から回ってみました。海から見えるアート作品は、昔設置されたものが多かったですね。自然の中にある煙突、島にある近代化産業遺産の遺構は、迫力がありました。この場所でしか鑑賞できない、サイトスペシフィックな体験でした。また漕いでいると、スナメリに出会うこともできました。瀬戸内海に住むクジラで、体長2メートルくらいの、背びれのないイルカというイメージでした。丘からも見えそうな距離だったので、島で出会えるかもしれません。動画はこのまま、チケットセンターの近くまで続きますので、アキンドの紹介は、ここまでとさせていただきます。2022年の瀬戸内国際芸術祭、ぜひ犬島も訪問地の一つに、検討してみてください。それでは安全な航海を。